シェ。どちらまで行かれますか。それでは出発。あいつ名前なんだっけ。天道だ。近江の頭補佐だな。あいつどっかで見たんだよな。どこで。ごちゃごちゃ抜かすな。どないだっとるんや。なんで踊れがここにおる。どないして入り込みよった。天道、そいつら通してやってくれ。俺の客だ。客でっか。せやけど大公、確かこいつは俺の銃弾を真っ向から胸で受けてくれた男でね。今日は頭の出所祝いに時刻から駆けつけてくれたんだ。ほう、そいつは感心でさ。ほな、もしこいつが何か問題を起こした場合はあんたがきっちりケツ持ってくれるっちゅうわけですな。受け合おうよ。今日は何が起きるんや。楽しみにさせてもらうで。期待していいぜ。何しろ近江連合がひっくり返るような騒ぎが起きるんだ。何？偉人町でしたこと、今度はあんたらがされる側だぜ。思い出した。あれは元スーパーヘビー級のボクサーだ。挑戦者からの八百長に乗って結局支払いを渋った連中を殴り殺したっていう野郎だ。おお、あったな、そんな事件。あいつがそうだったのか。いいか、カムロ町に送り込まれた近江連合の幹部は全体の約半数。蒼天堀に残ったいわゆる由緒正しい幹部たちは全員本部のホールに渡瀬の出所を祝いに来る。その時渡瀬は懐に書状を用意しているはずだ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世記には敵対する組織との抗争も引き起こし多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては
我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭、渡瀬勝の連名により、本日をもって関西近江連合を解散いたします。う、嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますやん頭、何言うとるやん。東条会六代目堂島大吾だ。東条会？なんでそんなんがここに。東条会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ、そんなわけあるかい。ボケ。ミツがそう言ってなかったが、一番思い出したが。ええ、でもまさか東条会と近江連合の同時解散なんて。ああ、もちろん。それがトップの決断だとしても組員の多くが反対する。結局頭がすげ替えられただけで新たな鳩目争いのドンパシが起きることにもなりかねねえ。だから根回しする時間が必要だった。根回しってそんなの誰がどうやってやるんです。それを六代目が絵を描いてくださったんだ。正確には俺と渡瀬がな。渡瀬も俺と同じく極道の未来に憂いと疑問を持っていた者同士だ。そして同時解散という結論を互いに出した時、問題となったのは日本最大の極道組織近江連合をどうやって穏便に解散させるか、その一点だった。真っ当に直参幹部を集めて相談したところで受け入れられるわけがない。しかも神室町参詣作戦と前後して大阪では渡瀬が刑務所に入ることになり、トップ不在の状態になっていた。下手に動くとクーデターも起こりかねない。ですよね。そして考えたことは産経作戦を逆手に取ることだった。逆手に取る。それには2つやるべきことがあった。1つは産経作戦を成功させることだ。成功させる。そのために荒川さんには東条会の情報をあえて漏らしてもらい、神室町から東条会を追い出す流れを助長してもらった。そしてその産経作戦はあっさりと成功する。まあ青木は自分の手柄に思わせたつもりだったろうが、真実は我々がそれに乗ってやったまでということだ。なるほど。そして俺が六代目に頼まれた二つ目とは、欲深く非常な東条会の裏切り者という立場を死んでも演じ続けること。そして東条会が消えた神室町に近江の連中を引き込むことだった。荒川さんは見事に蒼天堀で巨大になりすぎた近江連合の力を半減させることをやってのけた。そのおかげで今この蒼天堀にいるのは神室町に半数以上の兵隊を持っていかれた近江連合ってことだ。じゃあ親父さんの狙いはまさに今この状況を作るため。そして期限も間に合わせてくれた。渡瀬の出所日、同時解散宣言の日に。
今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になるのは誰なんや。やっぱ登場界伝説の幹部は一味ちげえな。感心してる場合かよ。こいつらが全員近江の幹部か。神室町に半分行かせてもこんなにいるんじゃねえかよ。そんな嬉しそうな声あげんなって。嬉しかねえよ。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみる。なるほど、そういうことやったんですが、荒川は。天道来ないな。喧嘩一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかな。おもろないわな。お前も裏切るんか天道。味方になると頼もしいね。それでも全然手が足んねえって。だから俺らまで駆り出されたんだろう。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。くそ、血がたぎるってもんじゃねえか。
ぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の竜が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？ふっ、何を言うとるね。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねんが美味しいとこ持っていけやる。よっしゃ、おかわりといこうか。まだまだ食い足りねえぞ、こら。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。よう、イチ。大家さん、すみません、体のやつが言うこと聞かなくて。寝たままで構わねえよ。お前のおかげだ、イチ。お前が仲間連れてきてくれなきゃ危ねえとこだった。いえ、仲間のおかげっすよ。そうか、いい仲間を持ったな。うん、いいことだ。おやさん、今まで本当によく生きててくれたな、イジ。おやさん、待てよ、なんだよそれ。あんたが六代目をずっとかくまってたって。イエスね、さっきからそう言ってる。オーケー。言ってる意味がわかんねえよ。ま、必要以上に金があるといろんな方面にツテができるもんでね。六代目の大悟くんとは親しくさせてもらってたってわけ。とは言ってもドライな関係ではいたいんだけどさ、カムロ町三景作戦の時に助けがいるって頭下げられちゃってね。じゃあ真島さんや西島さんも。
もちろん伝説の極道たちっつっても案外気さくなもんだったよ。俺んとこにいる間はさ。ところがそんな彼らを奇遇にも別口で会った一番が助けることになるなんてね。助けるなんて俺らは大したことしてねえって。まあ親さんたちに胸借りて無我夢中で喧嘩を楽しませてもらってただけだ。一世一代の喧嘩をな。おお、一番くんは親さん大好きだよね。おお、今日は二人で会うんだ。デートってとこだね。おお、デート、今度その話を聞かせてね。ああ、たっぷりのろけてやるから覚悟しとけ。そっちが先約だったのに悪いな、一。星野会長とはもう40年ぶりだよ。そんなのから誘われちゃ断れねえからな。いや、だからもういいですって。相手が平安楼の北京ダックじゃ俺に勝ち目はねえし、そもそも俺なんかがおやさん飯に誘うのが身の程をわきまえてなかったっつうか。バカ野郎、俺はこの年で何の肩書きもなくなったただのジジイだぜ。飯食う相手に身の程もクソもねえ。近江連合の解散届が出されて蒼天堀は落ち着いているんですか。まだみんな戸惑っとるみてえだな。近江の組員たちも町の肩書の皆さんも。100年続いてたもんが急になくなっちまったんだ。それも当然だろ。近江の跳ねっ返りが暴れたりはあってもたかが知れてるだろうな。解散届をあれだけの大人数で止められなかった言い方は悪いが、奴らのメンツは今回の一件で丸つぶれ。そんなのが今さら騒ぎ立てたところで恥の上塗りだ。そこまで見越しての計画だったんですか。いや、やれることやった結果ってだけの話だ。先を見越すだなんだってそんな余裕俺にはなかった。ところがそんな風には見えねえから、おやさんは役者なんすよね。蒼天堀の一件でマサトは怒ってるだろうな。怒り狂ってるはずだ。何の相談もなく、あいつが後ろ盾にしていた近江連合を解散させたんだからな。あいつの癇癪だけは俺も昔から弱らされたもんだ。はあ、いくつになってもそういうもんは変われねえもんなのかね。親子ですからね。だがそうのんきなことも言ってられねえ。え？六代目は私は、あいつが都知事になる前からヤクザ組織の解体を考えてた。むしろ、マサタが俺に東条会を売るように迫ったことで、その計画が早まったって見方もある。マサタは、自分の権力が膨れ上がる味を知っちまった。いい加減。それがでかくなりすぎる前に止めてやらねえと、あいつは身を滅ぼす。きっと手にしたもの全てを失ってしまう。そんなあいつの姿を俺は見たくねえ。さあそろそろ行くか。おやさん。ん？さっき何の肩書きもなくなったって言ってましたよね。じゃあこの先おやさんはどうする気なんですか。これから何を。
六代目や渡瀬たちは組織を解体した後やっぱり極道でいることしかできねえって人間が山ほど出ると思ってる。実際にはそうだ。そういう行き場のない奴らのためにいずれ何かしら合法的な受け皿を作りたいと言ってた。その時期が来たら俺もそれを手伝ってみたい。なるほど。じゃあ体は空いてるんですね。なあ何して時間潰していいか分からねえ。定年迎えたサラリーマンってなこういう気持ちなのかね。ならこれからまた俺をおやっさんの子分にしてくれますか。イシ、おめえ、俺はおやっさんの子分でいる自分が一番好きなんですよ。16の年に命助けてもらって以来ずっとです。俺はお前をマサトの代わりに無所に生かしたんだぜ。18年もだ。組のためだと嘘までついて。でも納得して入ったんですから。その上出所してきたお前を俺は銃で撃った。でも助かると見込んでのことですもんね。いや、お前が生きて戻ってきたのは全部お前自身の力だ。俺がお前にしてやれたことなんていくらもねえ。いくらもねえどころか恨まれてもしょうがねえことしかやってねえんだ。じゃあ俺に少しでも悪いと思ってんならまた俺を子分にしてくださいよ。内一、お前ソープの桃源郷で生まれたんだっけな。ええ、そうらしいです。でもすげえ話だよな。俺にはその話がトラウマになっちまってる。え？夢を見る時があるんだ。夢ですか。ああ。40年前の大晦日、茜が、あいつが赤ん坊を産んでる場所は桃源郷なんだ。まさかがソープで、そんなわけねえのによ。やめてください。恥ずかしいっす。恥ずかしいことなんてねえ。お前は地に足をつけてしっかり生きてる。生まれた場所なんて関係ねえ。ありがとうございます。会いたいか、父ちゃん母ちゃんに。どうなんすかね。わかんねえっす。知らねえことがもう当たり前なんで。苦労したんだもんな。俺が言えたぎりやねえが。夢で見た話なんだ。全く不毛だな。見送りはここまででいい。また明日な。
イチ。春日一番です。今出れないんでメッセージをどうぞ。青龍会の星野だ。春日、これを聞いたらすぐに電話をくれ。今朝方、荒川の死体が港に上がった。